聖家清は、日本の建築家。日本における代表的な現代建築家。戦後すぐに森邸を発表し、同じ50年代に発表された池部明の立体最小限住宅、増沢仁の最小限住宅、広瀬かまじの SH シリーズとともに機能主義による都市住宅のプロトタイプを提案し、住宅をはじめとする明瞭で軽快な作品で、 日本の伝統的モダンビーを独自の解釈で初めて形にした。君二等随法省及び四事法省受賞。工学博士。主な称号に、東京芸術大学名誉教授、東京工業大学名誉教授、日本建築学会名誉会員、東京建築士会名誉会員。父は、機械工学者の生家ただし、息子は、経済学者で、慶応義塾長の生家厚氏。 1918年、京都府京都市に生まれる。少年時代を神戸市で過ごし、旧制神戸に中を経て1941年、東京美術学校、1943年、東京工業大学卒業、太平洋戦争に従軍、海軍技術見習い館、中尉、大尉、海軍兵学校教官、1945年生の内に除される。復後、 東京工業大学助手、講師、助教授を経て、1962年度大学より、工学博士の学位を授受、教授に昇進。東京工業大学の生家研究室からは、林正二、林雅子、万象谷隆氏に、篠原和夫、八木講治らが育つ。1977年、東京芸術大学教授平人、1979年、 東京工業大学を定年退官、1981年日本建築学会会長。1989年東京建築士会会長。1983年史事法省。1989年くん二等水法省。1969年多摩美術大学建築科で教えた。1991年から1997年まで。 札幌市立高等専門学校校長。退任後、株式会社デザインシステム代表取締役を務めた。没後、のぶ、十三味。東京工業大学事務局一号館東京工業大学南五号館、法運記念館建築物名欄のは、現在の名称。現況欄の罰は現存せず。ありがとうございます。